こんばんは。終わったと思わせて終わっていないニャンタコ訪問のお時間です。今日は脱衣所のカゴにお住まいの阿波助さんのお宅にお邪魔しております。阿波助さん、お宅の特徴を教えてもらっていいでしょうか。阿波助さん、洗濯機がガンガンに回ってますけど大丈夫でしょうか。阿波助さん、あわすけさん、お宅の特徴を教えていただけませんか。困ったことがあるですね、あわすけさん。何を困ってるんですか、阿波助さん。寝ていると気づかれずに脱衣所に閉じ込められてしまうんですね。それは困りましたね。あらら、そう言いながら寝ちゃってますね。ここはお約束なんで閉じ込めて帰りましょう。ニャンタコ訪問のお時間でした。また次回。